10万円旅企画 SHIGA シーガー、ハプニングを起こす人がいないんで、男子は落ち着いたね、渋い旅を。飲み物買おうかのね、節約するためにね、稲荷コンコン恋いろはっていうアニメがありまして、おお、ちょっと待って、いってるいけてるいけてる、いけてるよ、いけてるよ、うわぁ、セーフ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 、バスで五条坂ってとこに着きました。五条坂バス停で降りて清水寺はあっちでね、さっき買ったね、バス1日券が1回バス降りるときに通せば裏に日付が印字されて、それを見せれば次からバス乗り放題。わかりやすい、字が大きい。じゃあ清水寺向かいましょう。でもその前にどこ行くの？あっちですよ、清水寺。え、どこ見つけたの？こっちに。だって今回あれでしょ、予算制限あるでしょ。ある。はい。え、どこ行くの？俺が賢いと思うよ。俺も真似しようって小木さん思うよ、絶対。バス停降りた時にね、もう見つけてない公園。あ、めっちゃ聞こえられてる。出た。めちゃめちゃ吠えられてますよ。めちゃ吠えられてるね。あのね、飲み物買おうかのね、節約するためにね。勢いがすごいよ。これで夜豪華なものが食えるようになる。まだ朝だから人も少なくて、なかなかね、いいですね。それも相まって、神聖な感じがします、東京から滋賀に来る人は一回京都でこの時間に、おお、いい緑だの。うわあ、太陽が美しい。あんま詳しく知らないんですけど、狛犬って両方とも口開いてるもんでした。あれ開いてる。あれ開いてる。開いてる。開いてる。見て、飛来神かな。これきっと飛来神だよね。あれかな、飛来神、雷が鳴ったら上から電流が流れて横の鐘がカーンってなるのかな。そんなピタゴラスイッチみたいな。雷が通るとチリチリになる。あれ、小木さんが来ない。小木さんそこに。おっさん旅はね、これくらい間が空きます。絶句ですよ、絶句。言葉出ないです。また戻っちゃった、小木さんが。ね、ちゃんと読まないね。昭和14年だって創建したのが。えってことですよ。字が違うんですよ。ん、あ、本当だ、昭和。本当だ、同じ読みの年号ってあるの。あー、確かに昭和14年。思
えば遠くへ来たもんだ。お思えば遠くに来たもんだ。マスコットなんだっけ？タワワちゃんでしたっけ？ね。お金は払うよ。はい。待って。どうなってんのこれ？まさか。急にさ。工事中なんじゃない？工事中？すいません、これ今工事中なんですか？屋根の吹き替え工事。舞台は上がれる。舞台上がれるって。舞台上がれる。じゃあ上がりますか。うん、行きますか。さあ、ご無沙汰。出費第2弾。数えてく、うん、いいかもしれないね。何回出費してる。一応 第3弾なのかな。最初はあのバス代、あバス代 と2回目があ高速バス代 とあの次の、1日乗車券、バスの1日乗車券とかバスにしか使ってないんだね。そうですね、まだそこであと公園の水、公園の水はプライスです。プライスです、うん、じゃあそっか、これ3回目ね。いいね、貴重な貴重貴重、縁起がいいね、うん、じゃあ買ってまいります。およろしくお願いします。あの用意してくださってすいません、嫌なのに吹き替え工事をしてるみたいですよ、ね、黒い幕がかかってるもん ね逆光であまり見えないかもしれないけど映ってるかな、ちゃんと。これ逆光で黒くなってるんじゃないからね、黒い膜がかかってるからね。そう、じゃあ買ってきました。イエイイ。1枚おいくら？1枚400円ですね。それが3枚で1200円。うん、いいですね。あ、これこのさ、チケットさ、はい、穴開けて紐通してさ、しおりとしてお土産でいいんじゃない？あー、いけますね。これお土産でいいんじゃない？そこを節約して女子3人にね、うん、ちょうど3枚あるし、3枚あるし、うん、バレないですよね。バレない、バレない、バレない。喜ぶよ喜ぶよ。喜ばなかったら逆切れするよ。そうよ、人のプレゼントを何だろう、お土産を。まあ、この清水の舞台のチケットを買って門をくぐろうとしたんですけど、小木さんが景色に見とれてまた止まってしまっております。林さんもか。やっぱりこの赤が映える、いいいいいいね、綺麗。おじさん、最後ここね16時までやってるらしいかな、うん、じゃあ18時、うん、あとね11時間ぐらいで入れるね、ここね。 あもうなんかこのちょっとお線香の匂いが、うん、香りがしますね。すごいね、なんか白とかじゃないんだね、工事用のネットが。あ、おじさん綺麗だよ、緑。さっき見たでしょ。うわ、すごい綺麗。赤も映えるね。赤映えるわ。もっと近くで見れるんじゃない。ただただ赤じゃなくて、朱なんだよね。そうですね、くれない色じゃないんでね、うん、紅じゃないんでね、朱色なんですよね、この赤が。で、なかなか舞台にたどり着けません。ほっけけよって言ってる。エビは猫ハゼがいるね、とかね。多分若い子分かんないと思いますよ。メカとか知らないんじゃないですか。鉄下駄だ。あ、もう超重い。え、超重いっす、これ。本当だ、これ履くの、これ小木さんが、あの指折れるよ、これ。指の力をまず鍛えるね。すっごいわ、この鼻を。すっごい。何用なんだろう。すごいもん。何これ、これを作るなかなか進まない。数メートルごとに止まってますよ今。
滋賀まで何メートル？この何より重い。あと高い。レディーガガはもうびっくりですよ。レディーガガはびっくりですよ。レディーガガ、うん、レディーガガそういうの履くんですか？履きますね。あの日本人のデザイナー、あのクリエイターの人のあのブーストが入ってますね。見てほら、これ立体的なシール見た。え？立体的なシールじゃないの？ガですね。でなんか飛んでるじゃないの？こっちもほら立体的なシール。カモメじゃないの？ガですね。ガとガでレディーガガ。ガガ。10万円。おさんだ。本当に？ダダン。めっちゃ今。きつ。小木さんの顔が逆光で真っ黒だった。小木さん今思いつかなかった。すごいね。もうね。リベロもおっさんの息だね、もうね。おっさんですよもう。あ、本堂が国宝なんですね。大黒天です。あ、出世大黒天です。出世大黒天。大黒様。これってあれですかね。お賽銭も10万円から。領収書出ないもんな。うん。あれ。これよく作ったね。うわー、ちょっと俺端っこに立てないですね。当時の技術よくこれ。何人の命を失った。本当にそうですよ。針金で止まってんじゃん。これ違う。これは違う。これ吹き替え工事でやってるけど。え？逆光で見えない。すごいですよ。え、こっちは違うの？こっちだけ？これ、こっちです。こっちは？これないですよ。本来。本来ないの？これやった。あれだね。デラックスバージョン。増量してるね。増量してるっす。骨組み増量中だね。ね。この状態ってさ、思い出すね。沖縄の首里城。首里城そうだったね。うちらこれに何か縁があるね。なんか、うん、これ丸太塗ってんのかな、釘で。あの針金だけかな。これ下もだってここだけだもんね。うん、目の付けどころがすごいね。シャープでしょ。そこ気になるんだね。売ってるかな。こういうとこに何かで止まってるわけではない。ね、ここにガンって入ってるだけなんだ。イントレとかさ、ね、踏まないんだね。小木さんが縁結びの神社に興味津々です。でもね、これね、参拝時間9時からってなってますからね、小木さん。まあ、まだまだ1時間20分ぐらいあるからね。この時間ですからね。無理でしたね。しょうがないね。いやいやいや、あのサービスするってね、あの見てる方にサービスするつもりはあるんですよ。でもね、ね、紹介しようかなっていう感じだったんだけどね。これもう9時からだから、うん、もうしょうがないですね。それこそね、あの縁結びのお守りではありますが、我々には縁がなかったということで、よろしいですか。おいしい、おいしいね、かな。よろしいですか。うまかったのかな、今の。うまくはない。御朱印の受付もやってないからね。はい、御朱印、うん、いやいやいや、サービスするつもりはあるんですよ。紹介してね。御朱印、ね、興味ある方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあ時間が早くて。小木さん、今ダジャレと言い訳ばっかりの人になってるね。もう御朱印デビューしたかったんだけどな。無理でしたね。なんでそんな嘘がつけるんだ。じゃあ次行きましょう。あれですもんね、もし御朱印もらうとしても10万円から出すんですもんね。結構いい値段するからね、うん、御朱印ってね。本当、うん、三脚の使用を禁止します。ああ。下が床が傷ついちゃうから、ね、そうだね、うん、ここが客席だったってこと？
いや、これ舞台やってたのかな、実際に。うん、なんかやってたみたいだよ。ね、この動画面白い？おっさんたちがさ、俺らめちゃめちゃ今楽しんでるんだけど。すごく楽しい。アジサイだねとか言ってるの。清水寺とかじゃなくても見れますけどね。皆さん何見てるんですか？アリや。夏やな。あ、もう海すごい。本当すごい。もしかしてさっき我々が綺麗だねって言ってた。ああ、あの舞台から見た方ですね。そしてあちら、あちらじゃん。おお。やっぱりここで佇んでましたか。探しましたよ。綺麗だね、やっぱね。いいです、これ。意外と、ここからは一望しにくい。また朝、この過ごしやすいね、暑くなると。うん。ちょうどいい。だって俺、今日の最高気温見たら31度とか入ってます。え、マジでそんなになるの？そうだ、京都は暑いんだ。え、暑いの京都？京都は暑いんだ。へぇ。そうだよ、盆地だもんね。暑いのか。でも俺ら目的地京都じゃないからね。あ、そうだ。俺らまだ目的地にすらついてないから。あ、いいね、ここなんかお茶するようなとこだね。ね、素敵ここね。ね、カメ、カメに、カメだ。おお、大きい。どっから来たんだ。この池じゃない？あ、池に落ちるの。お、お、ポチャンって。アメンボすげえ。アメンボ赤くないな。アメンボすげえ。っていう動画。いかがでしょうか。恋だ、愛だっていうと、恋だの愛だのうるせえ奴らだぜ。あ、そうだ、俺領収書をもらいに行くんだった。亀と恋に心奪われ、領収書を取りに行くのを忘れるリベロでした。このペースでお送りしております。